佐世保市佐世保市の歴史佐世保市の歴史では、現在の長崎県佐世保市に属する地域の歴史を、衝述する。なお、行政区域の変遷については、親記事を参照されたい。現在の佐世保市域に人類が住み始めたのは、有史以前、旧石器時代からで、世界最古であった、縄文土器が出土した、潜伏寺洞窟、福井洞窟、地方に岩陰、岩下洞穴。 下本山岩陰等の洞窟、岩陰遺跡があり、その数は全国最多を誇る。また、自然水銀、黒曜石、跡、サヌカイト、六方石の産地でもあり、前期の遺跡群とともに、門前遺跡、国内最古の建築形式である銅、張り方掘ったて柱建物跡、最古の木幹部、透か彫り装飾版など、宮野、本遺跡、大野台遺跡、四丹台遺跡など、 日本史を解明する上で重要な遺跡が旧北松浦郡地域に偏在する。現在の佐世保市域は古代中世には非禅国に属し松浦郡と彼稲郡にあたる。奈良時代に編纂された非禅国風土記によれば、現在の廃棄付近に即来津姫をいただく土雲と呼ばれる土着豪族があり、敬高天皇の命により討伐されたという。なお、同風土記には、 廃棄の特産品として、わかめが挙げられている。平安時代の松浦郡、愛浦、中里、竹編地域には、武変だね名と、初期松浦一族の相上浦氏の存在が見られる。平安末期、一族不安のため愛上浦県が、小木郡宅に移住し、名字も、愛浦と改めた。現在も、北宅に、僧の浦という地名と、 相上浦から誕生した飯い森神社がある。鎌倉時代になると、松浦島が、北松浦半島周辺に勢力を広げ、室町時代になると本家にあたる宗家松浦氏が、相浦付近に、武変城を築いて、一帯を支配した。一方、同族のうち現在の新域中心部によった者が、佐世保城を築き、佐世保姓を名乗った。古文書には、佐世保城主として、 佐世保聖、佐世保関等の名が残っている。戦国時代には、平戸松浦氏、宗家松浦氏、大村氏等が激しく争いを繰り広げ、最終的には、原子域の大半が平戸松浦氏の支配に介し、そのまま、廃藩地権に至った、宇く地区は、宇くし改め後当氏が支配。江戸時代には、平戸王館が整備され、中里、佐世保、 廃棄に本人が置かれた。この当時は、相上浦と廃棄に比較的大きな集落がある、以外は、農業村地帯が広がっており、新田開発も各地で行われた。藩内で採れる石炭を、相上浦の港から西園の中心地であった本州、四国の瀬戸内海沿岸地域に輸出資材を築いた、塩屋松五郎に、小泉佐兵や草刈ふとし一財門がいる。 平戸松浦藩九代藩主、松浦清の随筆、甲子山には羽、江戸中期、教皇時代に、穂は、中世の昭園光稜制の国画との関わりで、成立した穂がついたと推定している。他にも、佐世部と称する植物が繁茂した様子を由来とする、説やアイヌ語由来の説などが言われており、はっきりとしたことはわかっていない。ありがとうございます。